察航空隊第501飛行隊所属の RF より偵察機による展示飛行を行います。1961年に創設された偵察航空隊は航空警察を任務としています。大規模災害発生時は航空写真をいち早く撮影するなど救助活動の一翼を担ってきました。先日の台風19号が日本各地にもたらした被害に対しても情報収集飛行を行いました。アフターバーナーの防音と排気口から出る炎にご注目ください。ご来場いただき誠にありがとうございました。